すぐには戻ってこないだろうし、急ぎ？レインでもしてみたら？コーヒーは飲まないけど、甘いのもあるし、ここでいいよ。気使いすぎだよ。それに外とか、それと今日はごめんね、わざわざ教室まで来てくれたのに。うん、学食から戻ったら教えてくれたよ。でも来る前に連絡くれればよかったのに。私も練習しようとしてたとこだったから。え、何？私変なとこしちゃったってスマホ落としそうになったよ。そうだね、悩んだかどうかだったら悩んだかな。でも考える時間が欲しいって言ったのは私の方だし、言ったからには悩まないと嘘になっちゃうもん。うんうん、それならこっちだって。結局は私が弱かったせいで坂川くんのこと待たせちゃったから。
ってしたんだよ。うん、好きな人に好きって言ってもらえたのに何うじうじしてるのって。嬉しかった。好きってきちんと言葉にしてくれて、だからむしろ好きって言ってくれたこと、佐川くんには後悔してほしくないかな。佐川くんからもらう言葉は一度だけ。それを大切にしたいの。